道の駅、ヤゴロウ伝説の里のヤゴロウ像、ヤゴロウ丼または大人、ヤゴロウ、ヤゴロウ様とは、九州南部、宮崎県と鹿児島県に伝わる伝説の巨人、および、これを祀ってこの地方で行われる年中行事、神事である。大人ヤゴロウは、大だらぼっちのような大男で、山に腰掛け貝の水で顔を洗うほどの巨掛けるを、誇ったという。宮崎県に伝わる伝承では、 洪水で川の土手が決壊し村人が困った時、軽々と持ち上げた大岩で塞いでくれた川の水を大岩でせき止め、村人に自分のわらじを百足作るように要求をした高い山に登り、雲をかき回して、雷が鳴るのを沈めようとして、村人を驚かせたなど、一般の人間たちとは、時に助け時に困らせるなどしつつ、概ね友好的な関係を築いていた巨人とされる。 ヤゴロウのモデルとなった人物や伝説の起源は明らかではないが、言い伝えでは、ヤゴロウとは奈良時代の720年に勃発したハヤトの反乱の際、律令政府に対抗したハヤト側の統率者であったとする説が最も広まっている。後にこの戦いで敗北したハヤトたちの霊を供養する法上会が行われたが、これが 現在の、ヤ五郎おどん祭りの起源となったとされている。他に、三百歳の長寿を生き、大臣として六代の天皇に仕えたとされる、伝説上の人物、竹内すくねであるとする説がある。的のただし八幡宮殿の上、ヤワタ神社岩川ヤワタ神社ヤ五郎おどん祭り開催神社、ヤ五郎おどん祭り、または、ヤ五郎様祭りは、宮崎県内の二地域と、 鹿児島県内の1地域で毎年11月に開催されており、巨大なヤゴロウの像が作られ町内を練り歩く。なお、これら3地域のヤゴロウは兄弟であるとする設定が与えられている。ヤゴロウ丼祭りに関するカテゴリー、ありがとうございます。